そうです。必死に壁に捕まってますが、すごい景色も、景色もすごい。さすがなんかアメリカの空港、めちゃめちゃ大きいんだなって感じが。すごい。いや、でも、本当に遠心力で振り回される。確かに。すごい。That's Cheetah? よくわからないけど、店員さんに勧められたものを買いまして、こんな、さすがアメリカって感じで大きいです。バンズの中に挟まれた2枚のビーフとチーズが2種類、あとベーコンが入ってます。スパイシーチーズバーガーという、おいしい。バーベキューソースだ。こんなすごい、飛行機が1時間ディレイになっちゃったんです。本当だったら10時、1時間じゃないか、30分ディレイになりました。11時10分に乗る予定だった飛行機が11時40分になったので、ちょっと時間ができたのでハンバーガーを食べに来ました。遅れてくれてよかった。おいしい。すごいです。ボリュームがこのジャンクな感じがすごいアメリカっぽくて嬉しい。重いです、これ。めちゃめちゃカロリーありそうだけど、世界大会終わったのでちょっとね、少し甘やかしたいと思います。自分を甘やかして
いっぱい栄養補給しちゃいたいと思います。どうしよう、日本に帰る前に体重元通りになっちゃったら嫌だな。ちなみにあとこれポテトもついてるセットで、量としてはマックの L サイズぐらいのイメージだと思います、このポテトの量で。驚くべきはドリンクで、なんか なんでしょう、私の顔と並べて私の顔ぐらいの大きさの超巨大な発泡スチロールでできたあのコップ渡されまして、で多分飲み放題なのかな、あの半分しか入れてないんですが、このゼロシュガーっていうレモネードを持ってきてみました。見えますかね、みんな。美味しいかどうかちょっと微妙なんですけど、とにかく大きいです。ではでは。